グレゴールザムザはアメリカ合衆国のロックバンド。バンド名はフランツカフカの小説、変身の主人公の名前から取っている。アルバムには多くのメンバー及び参加者がクレジットされ、メンバー構成は不定である。ポストロック的なサウンドとシューゲーザー的なノイズにスローコア的なアンビエント要素が混ざった音作りとなっている。2000年にチャンプ・ベネットを中心として、 アメリカのバージニア州リッチモンドにて結成され、現在はブルックリンをベースに活動している。ハードコア系のレーベルイオジネレコーディングスと契約し、2001年にザ・サイレント・タイプとのスプリットをリリースした後、2002年に3曲入りデビュー、EP をリリースする。この EP は無題だが、一般にグレガー・ソンスサや曲のタイトルが、であることからドットと呼ばれている。翌年、 セカンド EP となる27時36分をリリースする。タイトルは曲の長さの合計が27分36秒であることから来ている。また、全3曲すべて無題である。2004年にはレッドスペローズとのスプリットがリリースされている。2006年にはファーストフルアルバム5 5十二オザコラレコーズよりリリースした。 長さは50分ちょっとでタイトルとは異なっている。このアルバムにはメンバーとして20人近い名前が挙がっている。2008年にセカンドアルバムベストをリリース。前作に比べて抑制されたサウンドになっている。このアルバムも10人を超えるメンバー編成となっている。ありがとうございます。